はい、どうもわっきです。さあ、今日はですねめちゃくちゃ久々にやってきましたよ。しゃぶしゃぶお寿司食べ放題でおなじみのゆず庵でございます。で、今月ね3月から春メニューが出てるということでね、内容がエビ三昧です。春にいいじゃないですか、エビでね、こう縁起よく。まあ、ゆず庵のしゃぶしゃぶがメインのお店なんですけどね、なんか僕の中ではもう寿司食べ放題のお店になっちゃってるんですけど、でお店がね後ろ、こちらの店舗がね横浜青葉台店といって、半年ぐらい前にねオープンしたばかりのまだね新しいお店なんですよ。今もう夕方過ぎに来てるんですけど、いい感じにライトアップされてね、一番安くて2680円からで食べ放題で楽しめます。で、手前にメニューがあるんですけど、まあ後ほどねちょっとお店の中でいろいろ見てみようかなと。でね、やっぱりできたばっかりのお店だから綺麗ですよ、のれんが。なかなかいないですよ、のれんチェックしてる人は。それでは食べていきたいと思います。36度です。いや、ということで店内入ってきましたけどね、本当にゆず庵久々に来たんでね、春限定メニューエビ三昧はこちらでございます。で、他にもタコ、ハマグリ、エビ天の手巻き、あ、これいいじゃないですか。で、これしゃぶしゃぶの出汁なんだけど、生海苔出汁だって。これは初めて見たね。で、旬野菜で、これセリもありますよ。この辺も全部春限定のメニューになってると思います。で、デザートも、まあ、今いちごが旬なので、いちごを使ったデザートもありますと。で、ゆず庵の食べ放題は全部で4つパターンがあって、2680円、2980円、3480円で最高が3980円と。今回はね、こちらにしたいと思います。2980円。季節の一品、これがついてないとね、せっかく来たんで。で、鍋の出汁は2種類選べるんですけど、先ほどのこの生海苔出汁。で、他にもすき焼き、昆布だし、魚介と丸鶏、それからマーラー火鍋、まあ、せっかくなので生海苔だしと、あとねこれいってみようかな、コラーゲン入りの魚介と丸鶏だし。で、こんなのもありますよ、お土産寿司始めました。これはいいですね、家族で食べに行ってもし誰か来れない人がいたら買ってきてあげるといいじゃないですか。あ、これが生海苔だしですか。はい、こちらが生海苔です。いい香りです。香りすごいですね。はい、あ、失礼いたします。はい、こちらから火力の調節をお願いいたします。はい、こちらごまだれを入れていただいて、すってお召し上がりください。はい、で、卓上にポン酢とごまだれがあるんで、あとごまだれ専用のラー油もある。で、今回この2980円のやつにしてますので、牛しゃぶもね入ってますんで、これはいいですよね。で、春限定の、他にも寿司はねいろいろあるので、これらが全部食べ放題です。2980円でもね結構いろいろ食べられますよ。で、デザートもありますから。このお出汁はね、これ生海苔だしね、香りがねすごいですよ。テーブルの周り、もう海苔のすごいいいね風味めちゃくちゃ感じます。こちらの黄色のスプーンをお使いください。はい、これがね、あの先出しで一つね運ばれてくるそうでして、いいじゃないですか、桜エビ。で、お箸とかはねここのテーブルの下に、ね、ここに入ってますね。あ、一通りありますよ、スプーンなんかもしっかりあるし。いやー、桜エビの茶碗蒸し最高じゃないですか。まさにもう春ですよ、春。桜エビの風味もすごいし、茶碗蒸しがとろとろ。うん、枝豆が入ってる。うん、これかわいいでしょね、美味しい。このように鍋の底から沸々と気泡が上がってきましたら、
お肉の美味しさを引き出させてくれる温度の目安で75度から80度ぐらいでございます。はい、最初の1枚は店員さんが焼いて、はい、あの やっていただけるんですね。はい、1枚だけやらせていただいております。茹ですぎるとお肉の旨味が出てしまうので、はい、このようにゆっくりと8の字を書きながらしゃぶしゃぶしてみてください。はい、これ牛肉ですか？はい、そうです。あ、牛肉、これぐらいが食べ頃でございます。はい、ぜひ1枚ずつ召し上がりください。いただきます。これは魚介と丸鶏だしでしゃぶしゃぶしたやつですね。でポン酢でいただくという。お願いします。いや、うまいね。ゆずあん、ほんと久々に来たんだけど、だいぶクオリティ上がってる気がしますね。じゃあちょっとここでね、あの生海苔だしのしゃぶしゃぶを。食べたことないよこれ。うわー、海苔が浮いてる。あ、八の字って言ってたね、さっきね、店員さんがね。八の字を描くように。こんな感じ。おお、絡むね。何もつけずにこれでいっちゃおうかな。これは初めてですね。あ、もう海苔のいい香りがまとわりついてます。おお、うん、ごまだれとかポン酢いらないです。海苔の風味にこのだしの味わいが肉にこうギュッと吸収されて、あとのカツオの出汁が結構効いてますね。これはめちゃくちゃ美味しいんですけど、あと2980円でもね、牛肉のしゃぶしゃぶができるっていうのがいいですね。ちょっとやばいぞ、これハマっちゃったな俺。今度は魚介と丸鶏出汁を何もつけずにいってみようかな。魚介丸鶏だしも美味しい。これもね、ポン酢とかごまだれつけなくても味染みてて美味しいです。うん、全然いけます。失礼いたします。サンゲットロースでございます。はい、失礼いたします。ゆずねぎでございます。はい、お鍋に入れていただいてお肉にくるんでお召し上がりください。はい、失礼いたします。あとね、あの店員さんのね、説明がね、丁寧ですね。次やりたいのがこれ三元豚のロースなんですけど、このゆずネギっていうのがあって、お肉でネギをくるんで食べると。海苔の方にいっちゃおうかな。最高にうまいです。これはうまい。多分これがね、ゆずあんの楽しみ方だと思うんですけど、今までね、僕ね、寿司ばっかりに目がいっちゃって、全然こういうの普通楽しんでなかったなっていう。でお肉ももうガッといっちゃいましょう。もう一人だからね、もう遠慮せず。おお、ハマっちゃったな。全然寿司にいけないっていう。うますぎて、美味しいのがあったのに、なんか今まで見つけてあげれなくてごめんねっていう。でここで春のエビ三昧です。でこのね、エビ天の手巻き、いいですね。なんか縁起がいい。これ食べ放題でいいんですかって、いやね、毎回ゆずあんって思うんだけど、意外とすごいことを食べ放題やってるんですよ。なんかそれがね、あんまり表に出てないというか。じゃあまずはこのエビ天の手巻き。サクサクですね。エビの身もしっかりあって、これソースだとちょっとマヨネーズがかかってるのかな。もう一本食べたいんだけど、いろいろ食べられなくなってしまうんでね。そこが残念ですね。それではね、エビ三昧いっちゃいましょうか。これはわさびがついてないんで、わさびつけたい方は卓上に、これで、まあ、お好みでといった感じですか。これは車エビ、生車エビだ。
うん、はい、いらっしゃいませ。うん、うん、うまい、うまい。これ食べ放題なんだねっていうすごいね、身がプリプリ、あの生臭さもないし、これ甘エビ、これもまんまでいっちゃおうかな。うん、甘エビも美味しいね。でひときわ存在感を放つこれ、あの優等エビというね、まあ、あんまり聞き慣れない、ね、名前ですけどね。殻を取りまして、うん、うん、これも美味しい。うん、ゆず庵の食べ放題はすごいね。うん、これはすごいわ。でこっからまたこっちに戻りたいんですけど、これもね春限定のつみれ、これ無料でできるんですよね。はい、そうです。これやっぱり人気ですか、生海苔だし。はい、最近の限定のやつですもんね。はい、お味どうですか。いやすごい美味しいです、これいらないですもん、だってこれが。はい、お味がついてます。卓上のポン酢ごまだれラー油ほとんど使ってないです。使わずにいけるっていう。いや、自分でつくねをね、あ、つみれかつみれを作るっていうのもね。下手だなちゃんとできてますかねこれ。まあ、中に入っちゃえば一緒っちゃ一緒なんですけど、このすり鉢すごいですよ。置くでしょ、ほら滑らないですよこれ。置いてもうこれでできちゃう、動かないこれ。あーごまのいい香りがすごいな、これこのごまだれを。ごまうまいね。あーこれすげえごま濃厚、つみれが。いやいい感じじゃないですかこれ。タケノコシャキシャキですねこれ。生海苔だしでやるのもまあいいですね。おお、あ、しゃぶ奉行の方、これを着てる方でちょっとお手すきであれば言えばしゃぶしゃぶしていただけると、はい、でなんかおすすめのゆずネギを使った美味しい食べ方があるんですか。はい、あ、もう全部入れちゃうんですね。全部入れていいですか。あ、どうぞ。はい、おお、結構豪快に。少ししゃぶしゃぶして、はい、くるんでいただいて、はい、で食べて、はい、あ、ってことはじゃああれなんですね、僕今までネギの量が少なかったんですね。結構豪快にネギはもうバンって入れて、でしゃぶしゃぶしてもう絡めて食べると。あーなるほどですね。いや知らなかったですよ、しゃぶ奉行っていう名前をね。僕あの41年生きてきて初めて耳にしましたそっか、今までちょっとネギの量が少なかったんだなこれ。お、うん、やっぱこんだけネギ入れてるからやっぱ違いますね。うん、ということでね、最後はやっぱりデザートで締めたいと思います。ゆず庵のこれも春限定の、スイーツなんですけども、いちごの生どら焼きにいちごプリンでいちごクリーム大福でね、結構小ぶりな感じなんで3ついけるかなと思ったんだけど、これだったら全然いけそうですね。じゃあまずはいちご生どら焼き、この中にいちごのジャムが結構入ってますね。うん、あ、おいしい。このいちごのクリームがおいしい。でちゃんとね、あずきも入ってるんですよ。お願いします。うん、ちょっとねこのいちごのジャムが甘ったるいのかなってもう懸念してたんですけど、全然そんなことないですね。さっぱりしてるけどもちゃんと酸味も味わえて、あとこのやっぱりクリームが美味しい、いちごのクリーム。うん、うん、うん、
いちごのクリーム大福。いちごのね、なんかジュレみたいなのが入ってる。意外とさっぱりして美味しいね、これ。これ食べ放題はいいね。で最後いちごのプリン。あ、さっぱりとした酸味が、最後にはいいと思います。3つ食べてみてね、僕個人的なあれはこの最後のいちごプリンが僕が一番いいかもしれません。これうまいっす。ごちそうさました。はい、ということで久々にゆずあん行ってきましたけども、いやーうまかったっすよ。確か前行った時は、まあ、このチャンネルで紹介した時はあのハイジーさんとコラボで行ったんですよ。でその時にもう寿司ばっかり食べてて、あんまりしゃぶしゃぶ食べなかったと思うんですよね。改めて一人でじっくり堪能して、やっぱ美味しかったですね。もう8割ぐらい卓上にある調味料とか全然使わなかったです。あのポン酢とかごまだれ、まあ、あの2つもすごく美味しかったんだけど、もうだし汁にお肉くぐらせるだけで旨味がね、もうしっかりお肉について、だからそれだけだし汁がしっかりしてるんだなっていうことになると思うんですけど、まあ、全国しゃぶしゃぶ食べ放題っていろんなお店あるんだけど、このお寿司がついてるっていうのがなかなかないんですよね。まあ、とはいえご飯はご飯だから、お寿司ばっかり行っちゃうとなかなかしゃぶしゃぶもねたくさん食べれなくなってしまうんですが、まあ、今回はね春限定メニューのエビ三昧と、あとあのエビの天ぷらの手巻き美味しかったですね。あの今月3月から始まったばっかりなんで、まだ当分期間限定のメニューやっていくんじゃないかなと思いますんで、でその中でも生海苔だし、あれは美味しかったので、ぜひね、あの近くにゆずあんがありましたら食べに行ってみてはいかがでしょうか。あ、そういえばあのしゃぶ奉行っていうね、あのハッピーを着てる方が、女性の方がいらっしゃって、まああれもね初めて見ましたね。そういう方いるんだっていう。ということでね、今日は久々にこのワッキー TV のねステッカーをプレゼントさせていただけたらなと思う方が6人いらっしゃいますので、コメントを読ませていただきます。でまず1人目がね、この前の寿司銚子丸の動画の時にいただいたコメントで、リノさん、でワッキーさん今日無事に退院してきました。退院後すぐにラーメン食べてきました。美味しかった。今入院中の皆様も退院する日を楽しみに頑張ってほしいです。ワッキー TV のおかげで乗り切れました。これからもよろしくお願いしますと。まあこのチャンネルはね前々から言ってますけども、やっぱり病院でこう入院されてる方もねかなり見ていただけてるということで、リノさん無事に退院おめでとうございます。で続いてはね、これ焼肉ライクの時の動画のコメントですね。中村さんという方でございます。ワッキーさんのいいところ、いいものをたくさん食べてるはずなのに高い安い関係なくとっても美味しそうに食べてるところ、これからも応援していますと。こういうコメントね、何気に嬉しかったです。ありがとうございます。続いては、おいそさん。美味しそうですね。でもダイエット中の私には、このご飯の量は、夫婦でダイエット中で約2ヶ月で共に7から8キロ痩せたので、ご褒美をくださいと。ステッカーを差し上げましょう。続いては、この前のジンギスカン食べ放題の時の動画。乃木花さん。大学受かりました。これでまたワッキー TV 毎日見れる。今までの分もちゃんと見ますという。お祝いにじゃないですが、ステッカーを差し上げたいと思います。次はね、八木舞子さん。こんばんは。やっと来た。仕事終わって23時から待ってました。多分これ僕が夜中に動画上げたやつですかね。マルゲンの餃子美味しかった。あ、通販で買ったんですかね。透析であまり食べられないので、次はラーメン食べに行きますという。まあ、こうやってね、あの、ご病気を患っていながらも、このチャンネルを見て、通販してくれたりとか、食を楽しんでる方なんだろうな、というふうに見受けられました。まあ、人工透析はね、定期的に、あの、病院に行かなきゃいけないので、いろいろ大変だと思いますけれども、ステッカーを差し上げたいと思います。じゅんちさん。いつも楽しく拝見させていただいてます。今まではテレビで見ていたのですが、携帯でチャンネル登録させていただきました。病気で外に出られない日々が続いてて、食べ物も制限があるので、ワッキーさんの美味しそうな食べ方や話し方が最高の癒しになっていますと。いやー、やっぱ嬉しいですよね。本当に。ありがとうございます。病気でなかなか外に出られなかったりね、食べ物も制限があるということで、いろいろと大変だとは思いますけれども、ワッキー TV のステッカーでより癒しにつながればいいなと思っております。ということで、今回はこの6名の方、下の概要欄にこのチャンネルのフリーアドレスがありますので、今読ませていただいた方、そちらの方にメールを送っていただいて、こちらからお返事を差し上げますので、その後に送り先の住所等のやり取りをさせていただけたらなと思います。
で、これから徐々にですけどね、お店の撮影も増えていきますので、必要最低限の感染予防対策をしつつ、あまり神経質にならずにね、まあ、一番大事なのは自己免疫力を上げることだと僕は思ってますので、美味しい食事だけじゃなくて栄養のある食事と、あとしっかり睡眠をとって免疫力を上げながら、またたくさんのねお店の紹介や、それと日本全国の旅館やホテル、ご当地グルメのねご紹介なんかもこれからどんどんやっていきたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではまたね。